はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、約2週間弱ぶりの通院でした。歯科のね、通院でしたね。歯科ね、歯医者ね。今回もね、その虫歯のメインになっているその左奥歯の治療でした。ほんで何のタイミングかわからんすけどね、昨日の夜にね、左奥歯の、こっちのね、左奥歯の綿がね、また取れてしまって焦ったんですけど、まあ、今日ね、歯医者やったので、まあ、何度か助かりました。ほんでね、今日はね、全く痛みがなかったんです。まあ、強いて言うなら、その機材をこの口の中にガッて入れてグッて引っ張ってる時の、あの引っ張られる唇がね、こう裂けるような感じで痛かったぐらいなんですけども、でもね、しかし今回はですね、この唇にね、この軟膏を塗ってもらうという対策をね、取ってもらえたので、なんとかね、耐えることができました。そんなね、左奥歯なんですけどもね、今回は本格的なお薬を塗って、また綿を詰めて、しばらく様子を見て、次回までに落ち着いてたら、その落ち着いてるのをね、確認してからですよ、他の虫歯の治療を進めていくというね、計画に入りました。最初はね、少しだけ汚れているというか、削り切れていないその虫歯になっているところをね、削って、本格的なお薬を詰めて蓋をしてもらったんですけども、先生からねの説明でね、今回は本格的な薬を詰めているので、いつもよりもしっかりした仮蓋をねしておきますね、いつもみたいに取りやすいことはないと思うんでって言われてね、いやそれができるんやったら最初からしっかりした蓋しといてくれって感じですよ。ほんまにこれまで何回このね仮蓋が取れてきてですよ、うんで効かされてなかった綿が出てきてですね、衝撃的すぎてね、びっくりしたのにね、なんで本格的なお薬の時だけしっかりした蓋やね、今までもせえよ、めっちゃ詰まっててんで、こっちはご飯めっちゃ詰まっててんから、ほんま食べる時難儀してんからさって言うてないですけど、まあね、ほんまに今回の蓋はねしっかりしてるみたいで、今下でね触ってみてもほんまに動けへんから安心してます。これでね、もうしっかりとね、奥歯で噛んでご飯が食べれるんやと思います。でもね、他の歯がですよ、まだ虫歯だらけで穴が開いてる状態なので、そんなところがいっぱいあるんでね、まあ、そこに詰まるので、まだまだちょっと流動食がね続きそうです。まあ、流動食ってね、ちょっと作るとね、ブレンダーを洗うのがめんどくさいだけでね、食べるのがめっちゃ楽なんですよ。あれ飲めばいいだけですからね。まあ、かっこよく言えば野菜スムージーですけども、量が多ければねお腹いっぱいになりますからね、あのサラサラじゃなくてね、どっちか言ったらドロドロなんで、お腹に溜まる感じはねすごいあります。こう今までね、野菜なんかでお腹いっぱいになるなんてね思わなかったんですけどね、いやこんなことってあるんですね。結構ねびっくりしてます、そのことに関してもね。まあそのね、野菜と少しのねお肉のスムージーなので、芋はたまに入れるけどね、まあ炭水化物の摂取量がね必然的にこう少なくなるので、こう血糖値が上がらないと言いますか、食べた後でもね、こうすぐにね動けるしね、こうボーっとしたりね、眠たくなったりねしないんですよ。ほんまに結構おすすめですよ、野菜スムージー。まあまあちょっと話をね歯医者に戻しますけども、ほんでね、まあ、そのしっかりとした蓋を詰めてもらって今日は終わりやなと思ったら、次はレントゲンを取りますと言われたんで、まあ、その時にね、実はね隠し自撮りをしましたので、ちょっとご覧ください。レントゲン室でございます。歯科のレントゲン室でございますよ。ちょいとこちらって開けてください。ベロをこっちに見にないですね、来ますか。まだ全くないと思います。はい、そしてゆっくり噛んでいってくださいか。はい、そうですね、そこまで頭を後ろつけていただいて、そうですね、このままでお待ちください。すぐ終わりますのでね。はい、このままでお願いします。お疲れ様でした。外しますね。はい、ごめんなさい、お疲れ様です。ちょっとお写真できてるか確認しますね。はい、はい、外しますね。ごめんなさい、はい、どこまでいいですか。これ、この白くなってるのはお薬が入ってるところで、きちんと根っこがあるところ、きちんと全部入ってるので、
ここに1個目、2個目って前に2本猫があって後ろに1本って感じなので、まあ、一応猫があるところは3箇所とも行けてるかな。でちょっとこうキュッて曲がってたりとか、まあ、で後ろはもともとなかなかね神経取りきらへんなとかなってましたけど、無事全部きちんと猫の中お薬入ってるので、はい、大丈夫だと思います。大体何センチぐらいなんですか？何センチぐらいですか？これ多分この幅で10.68mm、 約2cm、 約 2cm の、まあ、半分ぐらいまではとりあえず今お薬入ってて、へ、中しっかり詰めてあるので、それでちょっとこう様子見しながらって感じかな、うん、すげー。で1個前が私は進み始めてるので、この辺もせなあかんなとか。え、進み始めてる。こことここかな。ああ。怖っ。だんだんへこんできてるから、ちょっとほんまにへこんでますね、うん、めっちゃ怖いっすやん。せないかんかな。せないかんすね。で、もうあの上の穴開いてるとこもしていかなあかんから。はい、そうですよね。順番にどんどんやっていきますので。よろしくお願いします。で、これで一応ね、お薬全部ちゃんとこの猫ごとに入ってるので、はい、ここに関してはひとまずこれで、まあ、お薬がきちんと効いてくれるので、様子見ながら、はい、ちょっと待ってる状況がやっとできたので、うん、他をどんどん進めると、はい、やっていきますので。わかりました。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、という感じでね、とりあえず左奥歯の治療はね、一旦お開きになりまして、まあ、次回からは調子が良かったらですね、その他の歯の治療を進めていくようです。まあ、食材がね、詰まってもね、我慢できますけどもね、痛いのだけはね、嫌なんで、あの無痛分娩ちゃうけど、その無痛治療っていうのをね、進めてくれればね、すごい嬉しいです。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。